一個人として一友人田中浩一さん YouTube に参加してるだけで、ありがとう、完全に深いところを探す企画に乗って漕いでるだけで、ついでに釣り道具持ってきて、はい、釣りさせてもらってるだけです。あ、三池書いてありますね。三池ですね。はい。そっか、三池だからミッシーがいるんですね。あ、ミッシーいた。これあれ、ミッシーはでもまあまあ張りますね。30分1500円だから。カヤック乗る人っています？はい、一人です、はい、見てない。りますよ。え、コールさん乗ってくれるんですか？はい、田中さんが漕いでくれればここ釣りできる。手前がエンジン、いや、漕ぐ人、後ろの人がどちらかというとやった方がいいですよね。じゃあ後ろ、はい、好きでしょ、後ろ。後ろ大好きです、はい、よく知ってました。よかったな。はい、ああ、了解です。いやコールさん、コールさんの竿があって、こけます。カヌー出席しております。午後の部ですね。お腹空いたな。釣れないからもう今日昼飯抜きということになってきましたけども、はい、もうね、彼女後ろの人が来なきゃいけないんじゃないかな。しかも前後ろに進む乗り物ではないですよね。普通前ですよ。どうしたの、電話。キャメラマンなんで、すいません。じゃあちょっと自分はミッションのディーパーを準備するんで。軽く教えてもらったりですか。はい、はい。あ、うまいっすね。意外となんとかなるでしょう。なんかスイスイと。しかも結構早いですね。生まれて初めてやった。面白い。水がすっげー入ってきた。やばいやばい。そうですよ。すごい、こうやって出るとここが、はい、噴火口だかカルデラだかわかんないけど、そういう火山だな。はい、わからなかったですよ。ああ、そうですね。リーパーさん、はい、ここ何メートルですか？ちょっとまだ水についてないです。さっき言ったら後ろに流したのがいいんじゃないか。まあそうなんですけど、ちょっとこれ使ったことないんで、このタイミングでチャレンジしてみようかな。やめてください、 Wi-Fi が消えます。なんか戦車も入ってるっておじさん言ってましたからね。あ、おじさんは必ずそうやって言いますよ。うちのおじさんもよく言ってましたね。はい、戦車が入ってるって。じゃあディーパー起動します、はい、あれ、はい、すげえ、ここもう 79m っすよ。 79m 怖い、帰りましょう。ここ、いや、岸まだ見えてるぐらいっていう。ま、79m。 はい、 80m。 ぶっちゃけちょっと怖くなってきた。ほんのやっぱ深いです。すげえ深。 79m。 はい、なんか沈んでますね。ですね、今んとこ見えてないですが。あ、バランス崩さないで。はい、怖いよ。 79m。 79m ありますね。ドラマチックですね。はい、80m。 じゃあ漕ぎます。はい、80m もあるんですか。はい、これさ、マジこれ竿ちょっとどちょっとこれ落とすと寂しいことになるんですけど。あ、やめてください。なんか今結構ここで駆け上がってんですね。いや、小森さんのが一瞬見えて、はい、おー、ほんと深いとこ深いんです。ありがとうございます。おじさん、とりあえず小森さんが岸打てる距離まで。僕後ろが見えないから、はい、船がこうなるためにめっちゃ怖いんですけど。大丈夫ですよ。後ろ、あの、釣りはどうでもいいですよ、これ。だってキャストしにくいもの。危険が危ない、危険が危ない。どっかここら辺で降ろしてよみたいなところで
降りて、敵そのそばを俺促進して。あ、そう、立ち木、はい、了解です。これでも30メートル。横に投げると思いっきり体重移動して横に繰り返せばいいですか。ちょっと待ってください。あの木近づきます。任せます。あ、中層に移りますね、ベイト。へえ。上ずってるし。はい、起きてください。眠い。魚の絵が欲しいです。こうやってもね、合成で終わります。あ、はい、ここいいっすね。何がですか。超竿抜けポイントじゃないですか。ここ誰もおかっぱり絶対できないですよね。ここのレイダウン君。ビッグ跳ねるこれ出ますかね。なんか結構案外釣り人もいるし、竿抜けのここも。はい、料理ゴムボートとか出てると思います。ああ、はい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 。やっぱ釣り好きな人多そうですもんね、九州。こういうでっかいルアーがさっき木に引っかかったりしましたもん。あ、本当ですか。はい、おー、いいですね。水深何メーターって言いました、さっき。80メーター。いきなり仕事終了じゃないですか。いやー、だから何メーターまで測れるのかちょっとやりたいんですけどね。はい、ね、正直言っていいですか。はい、怖い。みんなスリータイムチャンピオン怖いわけないじゃないですか。怖いでしょ、90メーターとか。90メーターって何なんすかね。まあ10メーターでも90メーターでも一緒なんですけど、ね、うん、あの浮いてこなかったらどっちにしろなくなるんですけどね。はい、こういう工夫級でここで17メーター。この距離感で20メーター近くあるんですもんね。17メーター。17です。水温は朝と変わらず26度。だってね、ああいうレイダウンに、はい、上から見てもらったんだけど、ほぼついてないんですもん。ついてないですよね、魚、バスが。流れ出しにはなんかちょっと、これで40アップとかかかられてもパニックになりそうですね、ちょっと。まあ、その辺は大丈夫ですよ。はい。お、出た。ここで10メーター、17メーター。ですね、ここで22メーター。え、なんでこんな急にかかるの？周囲2メーター、いや、そこ岬過ぎた感じじゃないですか。これさ、そこのでも浜の立ち木ダメですかね、あの。でかい、でかい、これはでかいわ。じゃあちょっと何も今こいだりしないで静かにした。バルはでかいわ。50、60あったわ。どこら辺にいたんですか。真下。真下。立ち上がったらもうちょっと見えますけど、立ち上がってもいいですか。ダメです。中層なんですかね。ここでもう10メーターぐらいあるんですよ。まあでもそんなもんですよ、見た感じ。この深いのはどこでしょう。真ん中、やっぱすり鉢状とは言ってたんですけどね。すり鉢状。うわ、どんどん深くなっていく。もう20メーター超えました。すごい。今75ですね。小森さん、だいぶ掴んできましたね。いや、嫌な気がしたね。もう嫌だ。眠い。ここは、ちょっと止まっててもらっていいですか。それディーパーの人も言ってたんですよね、多分。止まってる状態で結構もうディーパーが動かないように、カチッと促進
しない限りそんな多分深いところを測れないはずだって。了解。多分揺れたらこの小さいボディからパルス出してパルス戻せないですよね。了解。あ、ここでも80、あ、こんだけ止まってると今一気に出し出した89なんですよ。ここ、こんぐらい静かな状況だったら捉えるのか、このスピードだったら90まで捉えられるよみたいなことみたい。完全にこれでもいいスピードなんで、はい、死んじゃうスピードですね。これで多分こう漕いだらそれでもうパルス100からのパンパンっていうのは受け取れなくなるんだと思うんですよ、この人。ここで 80m、 ここ今90です。 90? はい、 90m へ渾身のノーシンカーキャストが来たな。寝ないでください。田中起動だ。はい、エンジン田中行きます。完全に眠い、これは。コールさん、はい、ちょっとほんと寝ててもらっていいですか。寝てると超怖いです。あー、マジ100を探します。100探す男田中、100を探したいと思います。93m まで見つけたんですけど、そっからどっちに深く行くのかが掴みきれてないです。どっちが深いんだこれ。俺地味に後ろで興奮してます。90m はこんぐらいゆっくりだったら捉え続けてるんですよね。お、94いった。ちょっと待ってください。ちょっと待ってくださいね。大丈夫です、小森さん。絶対に落とさないんで、ちょっと一瞬待ってくださいね。ちょっと動いてます、まだ。これは 100m を探したいです。携帯のバッテリーが今度は、あー、また91に戻っちゃったの。どっちだ。あれがボート屋で、そんなに 91m しかないんじゃないですか。案外でも90、さっきどっかで94まで行ったんですよ。そのまんまいい方向で寝れれば。今92m っす。この位置から見えないですよ。何の撤退用もないですよ。謎の超深海のところで。すいません、本当。だいたいこの真ん中あたりがでも91フラットみたいになっちゃってて、メーターとは書いてないんですよね。あの、ここの湖ですか、はい、さっきの上の説明書きだと最深部は 103m があるらしいんですよ。やっぱ YouTuber としてはやっぱ湖の最深部っていうのは三池の最深部に迫るっていう、関係ないテーマになってますね。そうなんですよね。釣れてないですからね、ギルシカ教師かも。させろ。いやでも小堀さん、これもし JB カヤックトーナメントが始まった時やっぱ一個上いけるじゃないですか。ない。ない。おかっぱりもあるぐらいなんで。ない。あながちないとも言って。ない。降ってきたよ。え？雨。マジですか？はい。ポツってきました？かなりポツってきますよ。じゃあ。雨に打たれながら釣りしちゃいますか。何を言ってんの。やべえ船に乗っちゃったってのは小森さんまだ気づいてないですか。え？
雨降ったらアイブイング来るんじゃないですか。あ、雨ですね。言ってるじゃないですか。ちょっと戻り出しますか。頑張って。もうちょっと対岸打てそうなとこまで行くんですけど、のちょいこっちの先、崖崩れ先、竿抜けしてるかなと思って。いらないですか。そうでもないですか。もうあとここでのバスのぶつ持ちほっと壊すでいいんで、おかっぱりからやりましょう。おかっぱりの方が確実っすかね。いや、ボートがもうそろそろ1時間以上経つな。はい、ちょっとお金もだってないっすよね。 100m、 え、 100m ありました。今もうここは、70m です。横断しちゃっていいですか。またじゃあ、なんでしょうね、あの辺のどっか。え、何を弱気になってるんですか小森さん。え、もう船乗りが進んでるって言ってるんで、多分進んでますよ。進んでないでしょ。それは。え、いや進んでますって。大丈夫ですよ。進んでますよね。進んでる感じしてきました。もうやっぱ80m。近づいてこないでしょ。近づいてきてますよ。全然横の景色変わらないですよ。なあ、もうやっぱり小森さんのバスボートってあれ何馬力なんでしたっけ今。250乗ってちゃダメですよ。会社の船50馬力なんで。頑張っても止めるぐらいですよ。やめるから。じゃあちょっと計測開始します。89m。 でもこっからボート屋の直線上に100欲しいっすよね。もうちょい、うん、やっぱここら辺が最深部なんですよね。そうですね、先ほども90最大、まあちょっと魚探の角度も心配ですけど94までは見つけたんで、野池この目で見て、この目で見える範囲のこの野池で90メートルを控えてる場所があるって、ちょっととんでもない話ですよね。川口湖の、はい、大橋より内側ぐらいでしょ、これちょうど。はい、はい、90.8。 んですね。柵はないよ。92.5、90… あ、どんどん深くなってってる。やっぱりこっちでちょっと左かなと思ってる。はい、あ、93行きました。最新部に届くか。南極地点到達できてる。100超えてそれが表示できたらもう俺仕事完了。九州遠征大成功なんです。いやもう92.8。 そう、93まではどうにか表示できてないんじゃないですか。いや結構コツをつかんでから結構順調にトレースできてる気が。コツをつかんでから焦がせろよって感じですよね。練習してこい練習。はい、90、あ、3.23、93フラットだな。93フラット。釣りしてる時に、はい、この辺からこっちの方が深かったんですよ、岸から。はい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 、ちょっとこっち寄りじゃないかなと思ってるんですよ。はい、 93.5。 一瞬94行きましたね。おっしゃ、マックス更新。全く見れないやつ。これで別に魚を探してるわけでもないってのがすごいですよ。これただの YouTube の客に付き合ってるだけですよ。トレイルの今真っ最中のたまたま、まあちょっといろんなあれで。いやもう本当にただもう本当に釣り人としてじゃなくて、一個人として一友人田中浩一さん YouTube に参加してるだけです。ありがとうございます。しかも完全に
深いところを探す企画に乗って漕いでるだけで、ついでに釣り道具持ってきて、はい、釣りさせてもらってるだけです。91メートルになっちゃいました。終了だ。終了ですね。やっぱちょっと今回のチャレンジでは95メーターがマックスって感じですかね。まあ2本行きましたからね。はい。もう1本向こうかもしれないですよね。無理だなそれは。はい。とりあえず小森さんを一回岸に連れて行きます。95が見れたんだからいいんじゃねえのっていう感じ。食もあるんですけどね。あの性能的に100回映るかどうか分かんないですけどね。そうなんですよ。まあそれは海でやりゃいいかなって、来週海行くしなとか。来週海行くのに100以上が映るということを検証してきて、はい、映ったらもう一回来たらいいじゃないですか。一人でここにいいですか。一人で行ってきますよ。もう小森さんが音楽船の時に遊びましょうよ小森さんって言って、でも通常だったらでも試合モードだから遊ぶ時間ないですもんね。いや、いいですよ。いやー、よくないっすよ。僕は船に揺られてるだけですから。はい。でもこれ多分もしかしたら満水より多分これ減水してますよね、あの桟橋の位置の感じで。まあそうですよね。もしかしたらその分ちょっと浅くなってんのかもしれないですよね。ですね。たくさんっていうの位置上がったら分かんないですもんね。あの水上がったかもしれないし、あの木がモサモサって積み上がってるあれぐらいまではある時あるって感じかもしれないですもんね。だいぶ急なブレイクエッジがありますね。これで 80m、50m、 もう今どんどん浅くなっていってます。50、40って50、40喜んで。本船は間もなく王子浜に到着いたします。どなた様もお手荷物お忘れ物ないようにご準備の上気仙窓口の方へ必ず行ってください。30メーターになりました。30メーター、これ30メーターですよ。あ、もう20メーター。これ20。いやー、桟橋釣り禁止かな。桟橋釣り禁止って書いてあります。あ、そう、これ何メーターですか。ここはもう12メーター。これ12メーター。12、9メーター。結局3分の2ぐらいも超えた記憶があるんですけど、はい、あ、ありがとうございました。トリス絶対無理だったんじゃないですか。どうも。